シティオブサルフォードはイングランドのグレーターマンチェスターにあるシティかつ大都市バラである。中心エリアはサルフォード。2011年時点での人口は23万4500人。産業革命でサルフォードやその周辺は繊維産業で成長した。現在のシティの前身のカウンティバラオブサルフォードは1926年にシティとして認められた。20世紀には シティやその産業は衰退していったが、1990年代からサル・フォードの一部エリアで再開発された。サル・フォードは数多くの各及び現在のラグビーリーグチームの本拠地である。1873年に創設されたサル・フォード・レッド・デビルズはスーパーリーグでプレーしている。スー・イントン・ライオンズは1866年に創設されチャンピオンシップでプレーしている。 一部時代の RFL チャンピオンシップでは1927年から1964年の間に6回優勝した。チャレンジカップでも1900年から1928年の間に3度優勝した。ブロートンレンジャーズは1877年に創設され、1955年に破産したが、サルフォードレッドデビルズの支援を受け、2007年に地元のアマチュアクラブとして、 再結成された。アマチュアレベルでは、ラングアーズレッツがサルフォードのラグビーリーグを代表している。このクラブは、サルフォードで最も古いアマチュアラグビーリーグクラブである。サルフォードにはいくつかのサッカー及びクリケットチームがある。アーラム FC は1989年からマンチェスターフットボールリーグでプレーしてきたアマチュアサッカーチームである。クラブは1969年に、 ミッチェル・シャクルトン・フットボール・クラブとして設立され、2006年に名称を変更した。サルフォード・シティ・ FC は1940年に創設され、エフル・リーグにでプレーしている。モントンウィースト・ CC 及びクリフトン・ CC は、それぞれ2005年と2006年から、セントラル・ランカシャー・クリケット・リーグでプレーしてきた。ウォークダンは、ボルトン・クリケット・リーグでプレーしている。 リートル・ハルトンはボルトンディストリクトクリケット協会でプレーしている。ウィントンとワースリーはマンチェスターディストリクトクリケット協会でプレーしている。ありがとうございます。